はい、じゃあ今日初来店のね、お客様いらっしゃったんで対戦したいと思います。どうもこんにちは。こんにちは、はい、お願いします。お名前教えてください。私、ライ麦と申します。ライ麦さん、はい、はい、ありがとうございます。初来店で、はい、どちらから。福岡県から。福岡県からわざわざ、はい、ありがとうございます。九州の福岡県からわざわざありがとうございます。福岡はたまたまもうすでに来店されてる方がいたんで今日本地図は出てこないんですけど、はい、九州からは割と珍しいので、はい、遠いところありがとうございます。ライ麦さん、はい、ツイッターでライ麦さんなんですね。ツイッターをやっております。はい、はい、ちょっと後で見ときます。よし、やりましょう。今日何かのついでとか、そのなんかライブとかそういう。そうですね、ちょっとアニメのイベントで東京に来たので。そうなんだ。もうこういう機会でもないとなかなか来られないので。 ありがとうございます。わざわざ遠いところ本当に。じゃあ対戦します。超次元。はい、超次元です。はい、よし。この人だけ見たことない。この人、ちょっと珍しいかもしれない。珍しい人多かった。じゃあ出てきたら教えてもらいます。はい、まあ、でも出てくる前にはつけよう。よし、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ最初はグー、じゃんけんほい。はい、こうでしょ。負けた、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。先行いただきます。はい、じゃあこれを埋めてターン終了です。ニコルだ、怖い。ドロー。じゃあ、ビスドライブを置いてターンエンド。はい、そしたらこれを置いてターン終了です。はい、はい、じゃあ置きます。ドロー。ではスパイナーを置いて赤と黒の2マナ、ブラッドギアを出します。はい、ターンエンド。はい、じゃあ1枚引きます。はい、じゃあこれを置いて、はい、じゃあ3コスト、はい、緑が入ってます。はい、でフェアリーミラクルです。フェアリーミラクル、はい、まず、1枚置きます。うん、はい、でこの時点で、5色揃ある。あ、揃った。もう揃ってるね。はい、揃ってますので、はい、もう1枚。はい、もう1枚。はい、ニコルが増えましたね。お、いい、うん、そこにずっといてくれる分には。ターン終了です。はい、じゃあ置きます。じゃあドロー。くじゃあね、どうしようかな。もうちょっと贅沢にいけ。じゃあデッドゾーンをチャージして、1マナ軽減されてるが関係ないな。2、3、じゃあこれディスドライブを出します。はい、スピードアタッカーのスレイヤーです。はい、じゃあこれで、元気よく1枚ブレイク。ここ1枚。はい、はい、シールドトリガー出た。砲丸ブラスター出た。お、あれ。じゃあまず山札をシャッフルします。はい、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 やだな、やだな。じゃあカットお願いいたします。はい、はい、お願いします。じゃあめくります。やめてね。じゃん。はい、あ、あ、これは外れなので、でね、多分こうですかね。何も書いてないんで多分外れたら。呪文だとこっちだよね。呪文だとこっちで、そうですね。そして上でいいの。じゃあこうですね、多分。本当大丈夫。じゃあ丈夫。ジャッジ大丈夫。ジャッジ、ね、マッチ、マッチ、マッチ、忙しい。はい、マッチ教えて。砲丸ブラスターで D2 フィールド出た時どうすればいいの。これ呪文でもクリーチャーでもないんで。うん、ないよ。こうやってごめんなさいね。はい、確か上。これそのまま上です。デッキの上です。こうですね。おお、はい、よしよしよし。じゃあ僕は、あ、まだ打て、まだ打てるじゃん。じゃあブラッドギアでももう一枚。びっくりした。シールトリガー。おお、まだ、うん、どんどん吸い込むな。おお、吸い込んだ。デッキトップから5枚います。はい、なん次のドローがディゼルだったのに。そしたらどうしようかな。そしたらこれドロー変えられますね。そうだよね。うん、じゃあそうかそうかそうか。デッドブラッキーを回収します。はい、わかりました。じゃあ、ありがとう。ありがとうございます。たら、こうやって加えたカードが赤か緑であれば、相手のクリーチャー、相手のクリーチャーじゃないですね、クリーチャーを1体選んで、手札に戻すことができますので、はい、じゃあブラッドギアを。ブラッドギア、はい、手札返ってきました。はい、そしたらじゃあ残りのやつは山札の下に送って、うん、これが手札に送って、これはボッチ、これでトリガーの、はい、処理が終了です。じゃあ僕はこれでターンエンドです。はい、はい、ターンもらいます。はい、ドロー。はい、そしたら、まあ、チャージして、はい、4マナ、4マナ、4、3、4。じゃあフェアリーシャワーです。はい、2枚、2枚見て、じゃあどうしよう。1枚マナギを入れて1枚手札に。はい、これでターン終了です。終了なのね。はい、はい、じゃあ置きます。はい、もうでも着々と準備が進んでるように見えるので、ドロー。じゃあもう行くしかない、行くしかない。あ、ダメか。じゃあ待って、もういいや。早草丸置いちゃう。はい、でこれで、赤と黒を含めた4マナで、ブラック V、はい、スピードアタッカーです。じゃあアタックするときに手札を1枚ご自身で選んで捨ててください。はい、じゃあドラゴダイオン捨てます。あ、ドラゴダイオンもいるの、怖え。1枚です。
やだな。じゃあ、シルドイは、まあ、カーネルで、カーネル、はい、出た時に相手のクリーチャー1体やるんで、はい、次の私のターンの始めまでアタックもブロックもできません。1回休み。じゃあ、はい、この人は1回休みになりました。はい。じゃあ、僕はターンエンドです。はい。はい、もらいます。やばいやばいやばい。ドロー。どうしよう、これは。じゃあチャージして、はい、じゃあ8マナ払います。8も 8? 流派ザ・デッドマンを出します。はい、で効果で、うん、超次元像からドラグハート、はい、ラブシウムを出します。2が、はい、そしてどうしよう、じゃあカーネルで、うん、ザ・ブラック V を出します。はい、3500やられました。はい、はい、それではターン終了、終了、はい、ターン終了です。はい、いいですか。はい、じゃあ置きます。じゃあ、待てよ、これで今んこれまだダメなんですね。起き上がってます、起き上がってます。いいんですか、一周経ちました。はい、経、はい、った、じゃあ元気になった。はい、よし、じゃあドロー。はい、くっ、4でしょ。あー、ダメなのか。じゃあ、仕方がない、2マナで、はい、ブラッドギアだけ出します。はい、で、この人どんな効果があるんですか。怖いですか。まず自分のドラゴンが破壊されちゃうとき墓地に置く代わりにマナゾーンに行きます。うんうん、あ、そうなんだ。自分のターンの終わりにドラゴンを5枚回収するとクリーチャーの面に裏返ります。うん、ほー、5枚回収すると、そっか、じゃあまあでもいいや、リスドライブで、はい、この人と相打ちします。はいはい、スレイヤーなんで、はい、はい、じゃあマナゾーンに行きます。はい、じゃあこれでターンエンドです。はい、はい、じゃあドローもらいます。もう9溜まっちゃった。どうしよう、ちょっと10チャージして、はい、そしたら流派デッドマンの効果で、はい、コストを支払ってクリーチャーを召喚するとき、もしくは呪文を唱えるとき、うん、各文明のカードを1枚ずつタップすることで、うん、コストを、支払う代わりにカードを使うことができます。はいはいはい、わかりました。でこいつがいると、そうですね、マナゾーンのカードは全ての文明のカードとして扱えるので、ね、何でも5マナで扱える。そうか、そうなんだ、はい、5マナで。じゃあ1、2、3、4、5、マナ払って、うん、支配のラクベジュエル、相手がタップされていないクリーチャーを破壊します。うん、やられました。はい、はい、ではターン終了するときに、うん、どうしよう、ドラゴンをこいつの効果で回収していきます。あー、はいはいはい、1、2、3、4、あ、うーん、こいつらみんなドラゴンなので回収をします。はいはい、そしたら、ひっくり返った、ひっくり返りました。はい、ニガベルムートさんですね。はい、クリーチャーがアタックするとき、どちらのクリーチャーもアタックするとき、うん、相手のプレイヤーはバトルゾーンにある自分のタップされていないクリーチャーを一体選んでマナゾーンに置いてもらいます。ほう、どっちかが攻めるとどんどん爆発場が減っていくというカードです。じゃあ一人しかいなければいいんだよね。そうです、そうだよね、分かった。はい、ライターン終了です。はい、じゃあ置きます。はい、そういう人なのね。じゃあドロー、はい、くっ、じゃあ一人、じゃあいいや、行ってみよう。これを置きます。はい、で、赤と黒を含めた5マナ、はい、イービルヒート。イービルヒート、はい。はい。じゃあ1個落としますよ。1個落として、はい、1個もらえる。あ、ちょっとスマーチもらおう。はい、で、スピードアタッカーなんで打てます、はい。ブロッカーじゃないよね。ブロッカーいません。はい。じゃあアタック1枚。1枚。はい。そしたら、はい、今こいつの効果で、はい、マナゾーンのカード全ての文明のカードとして扱うことができます。うんうん、でこのカードを加える代わりに墓地に捨てることで、うん、手札からザ・デッドブラックを、そうなんだ、はいはい、出てきました。はい、クリーチャー一体マナゾーンに置いてもらいます。はい、あ、マナに、はい、はい、マナ増えた。じゃあ僕はこれでターンエンドです。はい、やばいやばいやばい、どんどん増えてきてる。あら、どうしよう。じゃあカーネルを置いて、うん、先ほどの効果で、はい、前職なんで、はい、前職なんで5マナ払います、はい、じゃあニコロボーラス出たー、全部捨てる、はい、捨ててください。あー、もうとうとう出されちゃった。じゃあこれでターン終了です。はい、いいよいいよ、もういいの引いてくればいいんだ。いきます、置きます、ドロー、はい、くっ、んん、まあいいや、2マナ、はい、バクマルくん、バクマルくん、はい、出た時に誰かと戦います。で、戦って負けます。はい、で、いいのを引けばいいんだよ、これでね、ワンドローですね。ワンドローですよ、はい、このワンドローが大事、はい、くっ、おいじゃん。今の1回戦ったことになるの？1回バトルしましたね。でももうこれやっちゃうと、まあ、これもマナにいっちゃう。あ、大丈夫です、大丈夫です、1体しかいないので。あ、ほんと、あ、そうかそうかそうか、じゃあ
ち4マナでブラック V 出します。はい、ブロッカーはいない。ブロッカーいませんね。よし、じゃあ手札を1枚捨ててくださいと言いながら1枚ブレイク。じゃあフェアリーライフ捨てます。はい、じゃあ1枚もらいます。はい、じゃあターンエンド。はい、よしよしよし、ドロー。はい、お、こいつが来たか。いいな、いいの、いいカードが来ました。やだやだ。じゃあこれの効果でまた5マナ払います。うんうんうん。じゃあビクトリーラッシュ、オニマルヘッドで。それは良くないよ。ちょっと待って待って待って。うん、そうね。じゃあそしたら、うんうん、オニマルヘッドで、じゃあブラック V へのアタックを宣言します。ブラック V ね。はい。その時にガチンコジャッジ。いいよ、はい、行くよ。コストくれます。はい。せーの。じゃあ、はい、1台1で負けた。8も下。はい、これは下。エクストラターンです。下ね。下です、はい。はい。やられました。はい。じゃあこれで一旦ターンを終了いたします。うん。で、もう一回私のターンです。はい。よいしょ。じゃあドローします。そしたらどうしよう。これ確か打つたびにやるんだよね。続くんだよね。じゃあまた10マナの効果で5マナ払います。はいはい、じゃあ香辛竜スペルデルフィンを出します。はい、スペルデルフィン。はい、スペルデルフィン若干打つじゃない。スペルデルフィンがちょっと。はい、じゃあ相手の、はい、相手は呪文を唱えることができます。わかりました。はい、そして手札公開プレイをしていただきます。公開、わかった。じゃあまあ来たらね。はい、じゃあオニマルヘッドでアタックを宣言します。オッケーオッケー。次よし、今度こそ。せーの。じゃあ、はい、よし、7。ああ、負けたー。エクストラターン確定です、はいはい、じゃあここ3枚ブレイクしたいです。3枚、よし、これで、はい、来い。ないです。で、手札公開プレイをして、あ、そうか、そう、はいはい、はい、スパイナー、スパイナーが来ない。そしたらこれ手札です。じゃあデッドマン、うん、あ、いや、これニコルボーラスでダブルブレイクしたいです、うん、よし、これでスパイナーが出れば全部出撃だからね、はい、せーの、じゃん、はい、はい、それではニガベルムートでダイレクトアタックです。参りました。はい、ありがとうございます。やった、エクストラ分が余計だ。やられました。はい、ありがとうございます。嬉しい。いや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 、これは 5C コントロール、5色コントロール、はい、はい、ライムギさん、ライムギです。カタカナ、これでいいですか。カタカナに、はい、漢字の麦です。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあせっかくなんで今日ゆっくり遊んでてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ルックアイランドジュニアイルマ店は埼玉県入間市にあるカードショップです。ブックアイランドでは YouTuber を全面的に応援しております。店内での撮影はもちろん OK、 Wi-Fi も開放しております。充電も可能です。 YouTube に動画を出してみたい方、ぜひご来店お願いします。スタートをぜひ応援させてください。